こんにちは、ヒツジグマです。撮影している今日は11月7日で、とうとうずっと編みたいって言っていたデイリーセーターのパターンがリリースされました。リリースされるのをずっと待っていたので、とっても嬉しいです。今日は早速とゲージを取るためにスワッチを編んでいます。使用している毛糸は1個前のエピソードで購入品紹介をした小糸屋さんで購入したアイブトの防縮糸、ウール 100% の毛糸で、今ゲージを取ろうとスワッチを編んでいます。本当はワーミのゲージを取る作品なんですけど、ワーミのゲージっていうのがこういう裏に糸を渡して、でまあ最後ここパツパツパツって切るんですけど、こういう風に表編みだけする、表段だけ編むゲージ、なんて言うんだろう、まあ、ワーミのゲージの取り方を検索したら出てくると思いますが、こういう風に裏に糸を渡してゲージを取るのが正しいやり方なんですけど、このワーミゲージを取るのが私あんまり得意じゃなくって、それでインスタとかを見たら、あの往復編みで結構これゲージ取られてる方いたので、往復編みでゲージを今取っています。でこの作品はですね、もうラベリーの購入する前の紹介のページを見たらわかるんですけど、メリヤス編みのゲージじゃなくて模様編みのゲージを取る作品なので、購入するまでゲージは取ることができません。まだ途中ですけど、模様編みはこんな感じです。でゴム編みみたいに、これ途中に裏編みが入ってるんですけど、それがね奥に引っ込んでしまうゴム編みみたいにっていうところがあるので、横の目を数えるときにちゃんとこの隠れてる裏編みもちゃんと数えないといけないので、そこをゲージを取るときは、まあ、言われなくてもって感じかもですが、裏編みの目もちゃんと数えます分かってるよって感じかな。でゲージを取っているところです。話しながら模様編みをできるかな。これは編みだったらとっても簡単な模様なんですけど、往復編みでも別に難しくないけど、頭の中で私が混乱するだけですね。どうだろう、本当はこの作品は4ミリの US 何号だったかな、 US6 号の4ミリの針でゲージを取るべきなんですけど、4ミリというか US サイズを持ってないので、日本の6号 3.9 ミリでゲージを取っております。いい加減海外サイズの棒針っていうか輪針セットも欲しいなっていう感じです。で、この糸をこの前は紹介だけで編んだ感じはお伝えできていなかったんですが、編んだ感じは編みにくいとか全然ないんですけど、これただのウールとしか書いてなくって、こういったやつはメリノウールは別で、またメリノウールの商品はメリノウールってババーンって書いてあるので、ウールメリノウールじゃないと思うんですけど、なんかちょっとメリノっぽい感じで、柔らかい糸でスルスルスルって感じですね。もしかしたら私持ってないんですけど、ツルツルする金属針とかだったら編みにくいかもしれないです。私これとこれ、チューリップさんの輪針なんですけど、キャリーシーっていう輪針なんですけど、もう一個ニットプロっていうのを持っているんですね。でニットプロで
これじゃないんですけど、メリノールの柔らかい糸を編んだらトゥルトゥル滑ってちょっと編みにくかったので、キャリーシーで編んだことがあって、そういう意味ではあんまりトゥルトゥルしすぎない針の方が編みやすいかもしれない。で、特にとっても編みにくい糸とかそういうのでは全然ないと思います。はい、でゲージを取っていて、横ゲージをね時々測ったりしているんですけども、まあ、まだ水通ししてないんですけどね、なんかちょっとスカスカするかな、どうかなっていうのが気になっていて、スカスカしてますかね、やっぱり。まあ、ムーミンくんが結構下から光を当ててくれているので結構スカスカ感が伝わるかな。どうなんだろう、私既製品のセーターを実は持ってなくてですね、これがスカスカしすぎなのかどうかがわからないのと、あと往復編みでゲージをやっぱ取ってしまっているので、裏段の目がやっぱ緩んでいるかなって思います。これだと伝わんないってかな、ここが分かりやすいんですけど、分かるかな、こことここの目が緩んでいるの分かります？こことここ分かんないかな、写真出しますね矢印のところの目が緩んでるんですけど、2段に1段緩んでるので、多分裏段が緩んでるからこういうことになってる気がするんですよね。だから本来は輪編みで編む作品だからスカスカ感が若干減少するかもしれないのと、これ横ゲージを取る限り横26目なんですけど、なんか25目しかないんですよね。だからもうちょっと目をキュッてさせてゲージを取らないといけないんですけど、まあこれ往復編みだから緩みがち、だから往復編みで25目ってことは、本当の作品を編むときはちゃんと横26目になるんじゃないかなって思っています。ラナンキュラスも往復編みでゲージを取ったら、実際本体を編むときはトップダウンの輪編みだったんですけど、ゲージがねきつくなっていたのでこれもその現象が起きるんじゃないかなと思って、これでもいいかなってちょっと思っております。こうやってちゃんとゲージを取るふりをして、いつも適当なゲージなんですけど、すいません、ちゃんとゲージを取っていなくて。でもゲージというかこのスウォッチを編むのは、スワッチかな、スワッチを編むの好きなんです。どの口が言うんかって感じかなこのコーン巻きはなんだ、こうやってくるくる回る編み物道具ありますよね、コーン巻きを編むための、あ、コーン巻きじゃないか、外から毛糸を使うための編み物道具があると思うんですけど、それが欲しいなって思いますね。こうぐる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 糸を取らないといけないので、なんか自作する方法もなんか見たことある気がするんですけど、どうやったかな、という感じでデイリーセーターのスワッチを編んでおります。ちょうどいいんじゃないかなって。ただこのスカスカ感がねやっぱわからない。まあもうちょっと改善されると思うんですよ、輪編みだから。そういう希望的観測は持ってるんですけど、やっぱ市販のセーターはもっともっとギュッとしてるのかな、どうかなっていう心配があって、
このまま行くべきかどうか。まあでも水通しでねゲージ変わる可能性もあるので、まだ何とも言えないんですけど。でサイズ1と2も迷っていて、まあ2で編んで、でどうせキツ手だから2より小さいサイズで出来上がるっていうのでもいいかなって思ってたけど、どうだろうな。今のとこゲージは緩いんですよね。前はなんだろう、編み物を始めたばっかりの頃はゲージの存在を知っていたけど、なんだろう、こんな10センチかけ10センチを編むことすら無理みたいな超重労働みたいな感じでしたね。もう10センチかけ10センチ編むのは大丈夫でしょって感じなんですけど、昔はこの量編むだけでもなんだろう無理超大変って、で本当に大変だったと思う。今は編むのに慣れたからできるけど、その時は大変だったな。で今はその時はね裏編みがとっても苦手だったけど、今はねみんな結構裏編みが好きって言うんですけど、私もね裏編み結構好きかもしれない。昔は表編みをする段と裏編みをする段があったら表編みの方が早いイメージだったけど、今は裏編みと表編みはそんなに時間差はないですね。裏編みの方がまだちょっと遅かったかな。でも周りの人は裏編みの方が早いっていう人もいるし、すごい。このデイリーセーターはね裏編み結構出てくるから、裏編み好きな人いいかも。まあでもそこまで出てこないか、もっといっぱい出てくるパターンありますよね。綿ベストとか、あ間違えた、よいしょ、喋りながらだと模様を間違えそうになっちゃう。このデイリーセーターを編む前にファミリスさんのショール、ミステリーショールと赤いモヘアのカーディガンを編み上げるって言っていたんですけど、叶わずっていうか全然進んでいません。ちょっと1ヶ月ぐらい前から編み物をちょっとすると腕が痛くなっちゃって、なんか編みながら腕が痛いなっていう時期があったんですよね。それは多分ちょっともう疲れたなっていうのに無理して長時間編んだ時がちょっと続いた時があって、そこからなんか編み疲れが取れなくって腕が痛くて、なんか編むのがちょっと辛い時期があったんですね。ちょっとの時間ならいいんだけど、10分ぐらいかな、20分ぐらい編んだらもう痛くなっちゃうみたいなので、ちょっと、これから一生こうなのかなって落ち込んでたんですけど、3日間ほど編むのを控えていたら治りました。ドキドキしました、よかった。本当はねもうちょっと編まないで過ごそうって思ったんですけど、なんだかんだちょこちょこ編んじゃって、まあ、いつもの10分の1ぐらいの量だったんですけど、ちょっと編んじゃいましたね。でももう治ってよかったです。これからは無理せずストレッチなんかホタチフに入れて編み物を楽しもうと思います。本当にね編むと腕が痛くなるときは悲しい気持ちになったので気をつけていきたいと思います。でアミリスさんのショールについては糸
糸は載せたかな、載せたのですが、動画で編んだりはしてなくて、それはミステリーカルの期間中は、なんだろう、インスタグラムでも扉絵をつける、なんか、作品プロジェクトがバーンって外に出ないようにみんな気をつけて投稿してて、ミステリープロジェクトだからネタバレにならないようにしてたんですけど、もうアミリスさんからネタバレ OK になったので、作品の私仕上がってないので、また動画で編むことがあるかもしれませんが、もうネタバレ OK の期間になっているので、特に注意書きとかなしで動画の中で編んでいるかもしれません。ご了承ください。ちょっと編み物渋滞が本当にすごくって、ちょっと一体全体どうなってんだっていう感じで、頭の中が全然整理できておりません。これもスワッチはね、今編んでいるんですけど、11月7日にパターンリリース日にですね、編んでるんですけど、本体はどうしようかな、ショールを編み上げてからにしようかな、ショールとかカーディガンとか、なんかそうしないといつまでもショール編み上げれないかもなって思って、なんだろう、今日まあ月曜日なんですけど、このスワッチを編んだらもう今週はショールとカーディガンに集中するとかもありかなって思っています。せっかくパターンリリースされて一番盛り上がる時だけど、あ、形のニットもまだ編み上げていません。よっちゃんと編んでいた M と N の形のニットっていう本に載ってる M と N のセーターを編んでいたんですけど、あれは本体は編み上がって、今袖が編み上がって、一目ゴム編み止めのやり方を調べようと思って止まっています。なんかそういうところでよく止まっちゃうんですよね、私は。で、まあ一目ゴム編み止めしなくて、まあ普通に編んだら、普通に伏せ止めしてもいいんですけど、まあ今回の形のニットの M または N のセーターを編む目的が、まあ日本の編み図になれたいっていうのもあって、312とかそういう数字になれることと、まあ、もう一個ゴム編み止め、一目ゴム編み止めができるようになりたいっていう、そういう、なんだろう、技術的な面での向上も期待して編んでいる作品なので、ゴム編み止めを頑張りたいけどそのせいで止まっております。普通にね、縫い止めとか伸縮性のある、伏せ止めをすればすぐ終わるかもしれないけど、でもね、なんか動画をちらっと見たんですけど、一目ゴム編み止め、なんか輪編みの場合はこちらで、往復編みの場合はこちらで、往復編みの場合のなんだ、右側に表編みが2目ある場合はこちらとか、もう難しそうって思っちゃって、手を出せておりません。あとゴム編み止めをしたら、苦手な閉じなんですよね。それもあって、うってやっています。いや、1週間はほんと形のニットモヘアのカーディガン、アミリスさんショールにやっぱ集中しようかな。なんかもう本当に編みたいものはたくさんあるけど、やっぱ一個一個編み上げていかないと良くない。良くないっていうか、なんか心がね、私の心がすっきりしないから、やっぱり頑張ろうかな、という感じ。なので、今まあこれ、スワッチ編んでるんですけど、
本体を編んでいますっていう動画はもうちょっと先になるかもしれません。あと登録者数500人を超えた時に自己紹介動画を撮りますって言っていたんですが、まだ撮れていなくて申し訳ありません。撮ろう撮ろうと思っていたんですが、ここまで来てしまいました。なんと私エピソード1でも自己紹介もせず挨拶もせず動画投稿を始めたので、いい加減自己紹介をしたいなと思っていたのに、なんともうじき登録者数がもしかしたら1000人になるかもしれないっていうことなので、とっても嬉しいです。ちゃんと自己紹介動画撮ろうと思っております。で、まあ、1000人ありがとうございましたの動画も1000人超えたら撮りたいんですけど、登録者数って登録してくださってる方が自由に登録を外したりつけたりできるので、なんか結構前後する1000人になったと思ったらすぐ997に戻ったりとか、そういうのがあるので、まあ超えてしばらくその1000を切ることがなくなったら、ありがとうございますっていう動画を撮ろうかなって今は思っております。まあ、こういう動画撮りたいなっていうのはいつも頭の中にあるんですが、ボツになっていく動画も多いので絶対とは言えないんですが、もしその1000人超えて嬉しいっていう動画を撮るのであれば、1000人超えたてじゃなくって、まあ落ち着いて1000人を超えるようになってるな最近っていうのがしばらくちゃんとなってから撮ろうと思います。まあそんなことはないかもしれないんですけどどんどん、ね、減っていく一方だったり、998とかでもうずっと止まっちゃったりするかもしれないので、こんなこと先走っていうのも恥ずかしいんですけど、なのでまあ1000人超えたての時とかはまた普通の動画が上がるかもしれませんが、そういうことです。あと、まあ、これ動画の初めに言えばよかった、一緒に暮らしている猫さんの体調不良があったと動画でもお伝えしたんですが、無事に検査を受けることができて、病気も同定して治療も終わって、今は食事療法をしながら過ごしています。猫さん自身も感じていた違和感などがなくなって過ごしやすくなっているのではないかなと思います。その時はご心配してくださりありがとうございました。では今回はデイリーセーターリリースされたのでスワッチを編んでいて、編み物渋滞は起きていて、登録者数の話もちょっとして、猫さんは元気になってきましたよっていう動画でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いできると嬉しいです。羊グマでした。バイバーイ。